健康を栄養から。疲れた。でもちょっとここまで票が来るまで頑張ろう。最近ちゃうの？もうずっと前からだよね。お尻疲れたからちょっとしゃがむ。しゃがみスタイル。山にゃさんお疲れ、ありがとう。優しい優しい、みんな優しい。おーい、アドバイザーする。健康を栄養から考える。健康な人でもエネルギーの過剰摂取やそれに伴う肥満症によって高血圧症、糖尿病、脂質異常症など生活習慣病を誘発したり悪化させたりします。なタッキーチェラーありがとう。例えば高血圧症や糖尿病などの生活習慣病のある人が高タンパク高エネルギーの食事を摂りすぎると病気はさらに悪化してしまいます。なるほど。生活習慣病にかかってしまうと食事だけで治すことはできません。ほう。食事の注意点は低エネルギーなメニューや減塩メニューを選ぶ、主食主菜副菜の揃った材料や食品を選ぶ、食べる量を自分で調整するなどがあり、この点を工夫すれば家庭の食事だけではなく外食や昼食の際にも食事療法は可能です。なるほど。医学的な治療と適切な栄養運動を栄養運動休養を組み合わせたライフスタイルが必要不可欠です。これは生活習慣病の人に言っとるんやな。生活習慣病が悪化するとさまざまな合併症を引き起こす危険があり、その病と一生付き合っていかなくてはなりません。普段から健康に留意して。お、ルイルイルイ、これ保留の留と意見の意、これルイルイルイ。生活習慣病改善するとき、まず食生活を見直すのが良いのですね。かかってしまっでもこれは多分人事とは思えないよね。自分もかかってしまう可能性もあるので、留意ありがとうございます。留意、注意みたいな意味なのかな。健康に留意して、ありがとう教えてくれて。病気にかかる前に予防するという姿勢が重要です。やっぱほら、ああ気に留めるという意味で留意。なるほど、気に留めていこう。健康に留意していきましょう。大切なのは、あーやばい来たよ、こういう言葉好き。大切なのは自分の健康は自分が責任を持って守るという意識です。来たー、好きやー、こういう言葉。そう、私はこの気持ちで食生活アドバイザーね、ちょっとやってます。いや来たー、名言来たー、名言来たー、格言やばこれ。本当に諦めたらそこで試合終了ですよぐらいの気持ちくらいの、なんかもうテンションで、私このニュアンスで、自分の健康は自分が責任を持って守る。はい来たー、はい来たー、自分の健康は自分が責任を持って守る。はい好き。学びましたね皆さん、これですね。なるほど、ね、虹色の蛍光ペンひどく、キラ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 。大事、格言これ嬉しいね。生活習慣病の症状と予防、格言きた。これを忘れないようにしよう。生活習慣病に引き起こされる代表的な生活習慣病の主な症状や病気の原因を特徴、食生活による予防のポイントを次のページにまとめました。ありがとうございます。生活習慣病と関わり深い病気には疾患もあるよって、この図表以外でもあるよって。食生活アドバイザーとしては病気と食生活の関係をよく理解しておくことが大切ですので、頭に入れておきましょう。肥満を持てば、
肥満をもたらす生活習慣の例5つあります。動物性脂肪の摂りすぎ、はー、なんかお肉チーズとか、お肉の上に、あ、ハンバーグの上にこれチーズ乗ってたり、唐揚げですね。これはイラストが描かれています。動物性脂肪の摂りすぎ注意しましょう。糖質の摂りすぎ、ケーキとかキャンディーとかドーナツとか、自転車頑張って。わ、私これ結構あれやわ、はい、すいません。次、早食い、早食いです。肥満を持て余してるわ。神々の遊び、みんななんでこんななんか好きやねん。もたらすで持て余すになった。早食い、私も結構早食い、いや早食いではないか。次食べ過ぎ、次食べ過ぎです。いや茶色い食事が美味しいんよ。食べ過ぎです。皆さん、まんじゅうどら焼き好きだよ私も。食べ過ぎら良くないらしいです。で運動不足らしいです。早食いなのみんな。動物性脂肪の摂りすぎ、糖質の摂りすぎ、早すぎ、食べ過ぎ、運動不足。私割と遅食べかも。割と、あ、いやでも牛丼とか確かに飲み物のように食べるしなみたいな。いやでも確かに福田さん結構食べるスピード早いですよね、見てて思います。ご飯食べ食べ配信、私福田さんのご飯食べ食べ配信見るの好きなんですけど、確かに。あ、その心疾患の主な原因は高血圧、運動不足、肥満、ストレス、糖尿病、疲労、喫煙、飲酒など。疲労もあるから気をつけてねみんな。すべてはやばい、肥満の神や。やっぱよく噛んで食べよう、食べてるの偉いね。あー食事柄早食い、しょうがないね、時間ない人はしょうがないよね。確かにカレー飲み物だもんな、わかる。食事の際の留意点来たよ、心に留めておく留意点。いやわかる、唐揚げも結構飲み物、わかるわ。どこまでから飲み物じゃないかな。島内も福田さんスタイルええもんな。食事の際の留意点、食事は時間をかけてゆっくり食べる、はーい。この前時間なさすぎてなんかムルンシャバシャバシャバシャって食べたけど、気をつけよう。やっぱ時間を持ってね、時間かけてゆっくり食べていきましょう。麻婆豆腐とかマジ飲み物代表、代表よね。え、とか私メロンパンも飲み物かも。うわ、フランスパンはさすがに食べ物、あれあれはもう口の水分持ってかれる食べ物や。うまいね、わかる。奥まで口の中ざっくり噛んで禁酒、飲酒、私でも痩せるんだ、えらい。やっぱ飲酒も良くないんだね、あんまなんか適度にってことなんやろうな。でも私ほぼお酒も飲んでないもんな、わかる。急げが5分以内にご飯食べ終えられる。麺とかもう飲み物よね。規則正しく3食取る、やばい、取れてない気がする。規則正しくもないし、私の場合。みんなはどうですか。うん、やっぱ飲みすぎ良くないね。あ、喫煙やめたの偉い。二食になりがち、わかる。私も、あ、寝る前に食べるのを控える、偉い。そうよね、それ大事だよね。できる人なかなかね、おらんよ。できとる人、いろんな食品をバランスよく食べる。あ、確かにこれはできる、いろんなもの食べる。ねえねえ、くしゃみ出た、ずっとムズムズしてた。明日からします。そうね、もう明日、もう今日ご飯食べるとしたら夜食ぐらいしかないし、夜食が一番楽しいから、明日から3食ちょっとバランスよく摂取していこう。でもわかる、休日とか2食になるよね。私も
今日2食だ、2食1食とおやつみたいななっちゃったな。夕食は軽めにし夜食は控える。心理え、マジ夕食抜いたら痩せるよ。抜いたらいけんけどね。今のくしゃみの仕方やったら鼻からうどん出とる。わかる。3食なんてエジソンの罠だよね。朝はパンを焼くみたいなさ、じゃない。くとりくです。もう私21歳になってからキャッチフレーズなんか言うの恥ずかしくなってきて、ちょっともう定年日噂したの。定年日で行こう。定年日かゆ、うん、昼まで寝とる方がねダイエット的にもいいしね、健康的にもいい。健やか、一番健やか。もう今日はびっくりした私。え、びっくりよ。だって11時まで久々に寝たもん。時計見たら11時ってなったもん。やっぱ睡眠不足の借金があったんですね。早く寝たい、早く寝よう。今日もお上品に鼻から出そうね。もうそういう問題じゃないけど、そういう問題に思えてきた。でも気をつける、やっぱゆっくり食べましょう。バランスよくゆっくり食べよう。で、生活習慣病の症状と主な予防のポイントで、糖尿病と高血圧症と脳卒中と動脈血がある。どれから見ていく。今日も元気にハッスルマッスル。やっぱじゃあ皆さん一緒になんかストレスを減らす方法でも一緒に考えましょう。ストレスとかも大事みたいな言われたから、ちょっともう逃避する。お映える量多すぎ。あ、ただ小さなメロンパン、ありがとう。今も私食べた。ただ小さな、ありがとう。メロンパン、ほんと休憩しよう。逃避しよう。逃避。メロンパン美味しい。本当にメロンパン大好きすぎる私。メロンパン大好き。はっ。マニョさんありがとう。今本当に私今メロンパンここにいたから食べた。やっぱえ、でもお野菜も食べよう。でもめっちゃお野菜食べてる。お野菜好きです私。でも今日は生野菜は。クロさんありがとう。焼きそばパン来た。焼きそばパンありがとう。クロさん猫パンもいっぱいくれたのに優しい。私も小さいさ、あのクッキーのメロンパンも好きだし、メロンパン美味しかったよ。ママに明日までチートデイにしようって言おう。クッキー焼きたい。生誕祭のね、生誕祭もうあと1週間じゃん。ダイエットモードに入らんといけんもんね。サンシャインフリーエンイージートゥ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 パンダーダーダー。はい、ちょっとママとそれはちょっと家族会議するわ。パシってもいいの。あ、ストレスをなるべく減らす。出来事に対してあまり過剰に反応しないように。なるほどね。なるほど。クッキー受付しておりません。めっちゃおもろい。クッキー、え、確かに。ママの手料理で一番好きな手料理。え、本当にハンバーグ。多分ハンバーグって答えるの。ハンバーグか、人参しりしりか、いやでもマジ本当にハンバーグっていうか、お味噌汁なんか豚汁とかかな。本当に私、うちのお味噌汁は具沢山なんですよ。にんにんしーし、いいでしょいいでしょいいでしょ。確かに生誕祭体力しっかり使うから、確かにご飯はしっかり食べるか。
と、うーん、本当に本当にハンバーグ、カップリン曲にありそう。確かに本当に本当にハンバーグ、人参しりしり、え、全国じゃない結構人参しりしり、うん、豚汁とか美味しい。カズさん、うま、ありがとう。あとはお好み焼きも大好きだし、ママのマユハンかわいい、ありがとう。お好み焼きも好きだし、あとなんだろう、焼き芋釜で作っ、ん、焼き芋釜で蒸す焼き芋とか、沖縄の料理なんだとか、そう、くたくさんいいよ。あとはから揚げとかも好きだし、あ、おりちゃんくまパンありがとう。肉じゃがもね、てかね、ママの料理で料理全部が大好き。あの何、あの本当に全部が大好き、本当にママが作るものは全部大好きです。うん、全部美味しい。んとはそうなんよ、全部おいしいんよ。鶏団子のスープとかもめっちゃおいしいし、カレーも好き。ママーやん、うーやん、昨日やん、ボヘミアンラプソディーやん。そうやな、ママの料理見て育ったので料理好きです。お手伝いとか、お手伝いするよりなんかもうね、ずっと料理してるママを眺めてた。クロさんありがとう、レインボー、レインボースターありがとう。あ、クイーンか、ボヘミアンラプソディークイーン、本当に母親の手料理のありがたみを改めて感じる。そうだから、そう、九段目、あの歌怖いよね。僕はなんか殺、なんか 人を殺しちゃったんだみたいなさ、え、何もせんけど、なんかただ横で見とるのあるあるじゃない、あるあるじゃない、あるあるだよね。お母さん、僕は人を殺しちゃったんだって、ストレスを感じない方法、私の中でストレスを感じない方法はノンアラームで起きる。これは本当ガチです、ノンアラームで起きる。ノンアラームで起きる、太陽浴びる、え、うーの意味がそれ知る前と後で変わってくる。ちょっとしっかり聞いてみよう。間違いない、工事のない世界、工事のない世界、間違いない、本当にノンアラーム、ノン工事。あと、うーん、太陽浴びる、雨の日はちょっとね、低気圧とかでちょっときついな。20年アラーム使ってない、めっちゃいい、明日のアラームやって思うだけ健やかに寝れるよね。しっかりお仕事できる、なんか失敗しちゃったからって自暴自棄になるじゃなくて、自分が納得いくお仕事ができる日とか、できた人とかはストレス、ノンストレス、ノンストレス、わかる。アラームなしの朝は週に 2,3 日欲しいよね。ちょっと自然な目覚めが一番。足の小指にぶつけないのいい。あ、月光も大事なんだ。月の光、そんな、ちょっと浴びようかな。月光って浴びることあります？浴びる？
浴びます。あとは美味しいもの食べる。そう、しかもあの適度に、なんか食べ過ぎても私ストレスだから、腹8分目、本当に腹8分目の美味しいものを食べる、甘いものも食べる。そう、食べ過ぎると逆にそれが苦しいでストレスになっちゃうので、美味しいものを適度に食べる。ちゃんと朝起きて結構早めに顔洗う。グダグダしない。朝起きてグダグダするの結構ストレス、なんか時間無駄にしちゃったって思う。寝たなら寝たですっきり、ね、起きなさいって感じ私の中で。だからちゃんと朝起きて顔洗うで、なんかうがいして歯磨くみたいな、それが私の中のノンストレス。割となんか自分にちょっとたまに厳しい時とかは、なんで朝からグダグダしてんだってなってストレスになる。いいじゃんっていう私と、なんでなんだっていう松岡修造さんっぽい私と2人いるから。スタジオかけるマイカ公演の時のツインテールめっちゃ可愛かった。嬉しい。え、また今度しよう。褒めてもらえて嬉しい。めちゃめちゃやっぱ満腹感は内臓にストレスだよね。シャキッとせんと後々後悔する。で朝2人いりこち、え、ここレスフリーです。やっぱ栄養運動休養なんやね。ピラスティス気になる私も。あ、わかる。お料理できたりお菓子作りとかもね、やっぱストレス解消になるんだ。他のこと考えないからいいの。そうなんだ。広島のお家にオーブンできたらいいの。広島のお家にオーブン欲しいな私。オーブントースター。お菓子いいね。お菓子作り、皆さんお菓子作りしたりします？シャキッとせえからが動かなくて、そうストレスになる。ストレスフリー、明日もストレスフリーでいきますよ。わかる。自然に囲まれた公園散歩するだけでもだいぶストレス発散になるよね。太陽浴びるのもすごいストレス発散になるし、自然に触れるのもストレス発散になるし、めっちゃわかる。アブン発音本当にそれあるある。アブンなん、アブンって呼ぼう。スナップエンドウのこと、これからみんなのスナッペン、スナッペンって呼んでアブンって呼ぶからね。いつ絶対いつの間にか呼ばんくなっとる。森林浴いいよね。感動経験ごまね、なんであんなごま油って美味しいん。確かに加工食品や。え、ごま油ってなんであんな美味しいんですか。 VVO ごま油ってめっちゃ美味しいよね。大好き。お散歩好き。お菓子作ってた？最近作ってない？ごま油、ごま油ご飯とか美味しい。あのごま油で炒めただけの、ごま油炒めてゆかりかけたご飯が私好きです。これお兄ちゃんがなんか子供の頃作ってたご飯です。真似して作ってた私。やっぱさ、子供あるある、お兄ちゃんのこと真似しがち。やっぱカバのせせらぎの音とか鳥の鳴き声聞くと心落ち着くんだ。やっぱカロリーあるもの美味しい。白米も美味しい。やっぱごま油で何でも炒めときゃ美味しいってとこあるよね。料理中煩悩から解放する。わかる。お料理いいね。お料理香りいいよね。ラーメンにごま油足すの天才ね。食欲そそられる。ごま油大好き私。ごま油苦手な人いたらほんとごめんやけど、ごま油って美味しいよね。ごま油、中華のボス。え、ごま油って中華料理から来たんですか。ありがとうね的なこと言って、めっちゃ感動した。え、嬉しい。届いた。届いた私のありがとう。ありがとうね。必死にお見送り、お見送り、もっとみんなとなんかワイワイしたい。
小中高大学一緒。いや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 、めちゃめちゃ真似しすぎでしょ。待って、飛びですか、飛び飛びで来た人。やっぱなんであんな美味しいんかね、ごま油。やばい、飛び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 サービスご利用の皆様、嬉しい。恥ずかしい。待って、恥ずかしいかもしれない。やばい、嬉しいけど恥ずかしい。なんで恥ずかしいかってさ、恥ずかしい恥ずかしい、やばい。飛び飛びサービス、いらっしゃいませ。恥ずかしい、恥ずかしい。だって休日の実家でジャージですっぴんで配信してるんだもん。恥ずかしい、恥ずかしくてここしか映せなくなっちゃう。はじめまして、にぶさんですか。私の大好きなにぶさんですか。私の兄がにぶさん大好きで。恥ずかしい、恥ずかしい。実家配信で飛び飛び、恥ずかしい。私の兄がすごいにぶさんが好きで。恥ずかしい、恥ずかしい。私も大好きで、恥ずかしい、恥ずかしい恥ずかしい。可愛いって言ってくれるの優しい。すっぴんでも綺麗です。優しい、初見ありがとうございます。タルタルチキン、タルタルチキン。じゃあ実家の山口からタルタルチキンいけるかな。山口、チワワチワワ絶対いけんよ。山口、山口、チーズ、ずんだ、タルタルチキン。これちょっと微妙ですか。ずんだよくないずんだからのタルタルチキンはこれチートですか。山口県出身です。山口、あ、ほら、だってほら、ちょっと恥ずかしい、ニキビちゃん、お化粧してないから、恥ずかしいから隠しとこう。こうやって下打ち縛りで、ええー、すよ。ダルダルチキンになっちゃう。山瀬戸内縛りだったら、瀬戸内、瀬戸内、秩父ヶ浜まあ、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 でも祭りに行ったらさ、タルタルチキン作る。まるみ食堂、まあ、書道嬉しいです。知ってくださって、カミリアケイさんファイトありがとう。マルタ、タルタルチキンマルタどこにでもあるもんねマルタ、タルタルチキンマルタどこにでもあるからいいよね。スタッチ、秩父ヶ浜、マルタ、タルタルチキン。愛媛来たことある、行ったことあるよ。あのじゃこ天美味しくて大好きでした。カミリアケイさんレインボースターありがとう。フォロー嬉しいです。ツイッターのフォローも待ってます。ハッシュタグレツチコチコ、間違えた、アットマークレツチコチコです。じゃこ天も美味しいし、ポンジュースも美味しい。ガツガツオガツガツオタンクローリー
恥ずかしい。冷やしじゃこ天うどんとか絶対美味しいじゃん。わあ、ありがとうございます。この配信で飛び飛びしてくださった方はぜひまた私の配信も遊びに来てみてください。おお、ツイッターフォロー嬉しいです。嬉しい。この後私はメールあと2通、私いつも7通メール送ってるんですけど、2通送っておやすみってしてスクワットしてプロテイン飲もう。部活終わりの配信って感じでしょ。あ、そうなんだ、夏だけ限定で冷やしじゃこ天うどん絶対食べよう。やっぱ瀬戸内っていいですよね。飛んできてフォローさせていただいてます、ありがとうございます。嬉しい、皆さんありがとうございます。でもね、もうそろそろ配信終わる時間なんです。私飛び飛びしに来てくれてありがとう。この私の配信はいつもたまにいつも毎回毎度あのね、生活習慣病について学んでるので、ギクッとされた方はぜひ明日、そう、ヤンマガウェブ私の回なんで、ぜひ来てみ、ぜひヤンマガウェブチェックしてみてください。またツイッターで告知しますね。ありがとうございました。じゃあそろそろ壇上の方をお呼びしたそうかな。恥ずかしいもんだって、私ほら確かに早朝から朝配信したりする、寝起き15分で朝配信したりします。でも今日はノンアラームで寝るので、また何時に起きるかは不明です。ありがとう、フォローしましたって嬉しいです。フォローありがとうございます。ありがとう、自動配信とびとびサービスありがとうございました。本日も自動配信とびとびサービスのご利用ありがとうございました。またのご利用お待ちしております。ちょっといい感じにしまった。いい感じにしまったのでは。ありがとうございます。では、いい声やった。ありがとう。じゃあ壇上の方お呼びいたそう。39位からせいくん、かずさん、みわさん、なべさん、たこみんさん、とんちゃんパパ、たかさん、まりゅさん、フォーユーチョコラ、BB さん、くまけんさん、さんぱちさん、ケビンコリ、伊藤ひろしさん、ひまわり29さん、かなりーさん、りょうじーさん、ずーでさん、OS さん、おひさまおじさんさん、かみや、しょうじさん、ベロキラプトルさん、そらなるさん、りょうだいさん、ただちーさん、たっきーさん、いっこうさん、ようくん、ディーサクさん、クリオネさん、たかふみ、大熊さん、なべなべ所長、こがたペンギンさん、シング SR さん、そして本日の秋元先生枠はマニョ先生です。ありがとうございます。ボヤッキーさん、人生方向音痴中納言さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はストーチのお日様さんでした。ありがとうございました。ありがとう。そして第2位はオリちゃんでした。オリちゃん、ありがとう。オリちゃん。そして第1位はクロさんでした。クロさん、猫パンタワーもありがとう。糖質投下嬉しかったです。大量糖質投下大量投下ありがとう。そう、ヤンマガウェブ無料で見れちゃうのでぜひ見てあげてくれたら嬉しいです。そう、私実はもう7時から配信してた。気づいたらもうこんな時間になっちゃってた。また見てあげてください。ありがとう、みんな私と私の配信見てくださってありがとうございました。じゃあ明日も寝ぼけてない配信をしますので、また来てね。じゃあね、また明日メール送るね。この後カズさん、ありがとう、ありがとう。じゃあね、また来てね。じゃあね。またね、おやすみなさい。バイバイ。スクワット頑張る。